皆さんは自分の顔に自信を持っているだろうか。自らをイケメン、美女だと思える人は相当な自信家であること間違いなしだ。今回は、そんなルックスに自信を持っていないどころか、不細工な顔に悩みまくっているニキたちを紹介しよう。最後のスレでは、顔のパーツで一番重要なのはどれかを議論しているので、最後まで目を離さずに見てほしい。それでは、まず一つ目のスレ。閲覧注意、俺の口元キモすぎわろた。普段こんな感じ。学生時代はもちろんハブられてたぜ。星座みたいでわろた。だろ。まあこんな俺でも彼女はできたから諦めんなよお前ら。勝ち組なのか負け組なのかよくわからない一致だ。閉じられない系か。意識していれば閉じれるんだけど何かに集中すると無理や。顔面の差は理不尽だよな。ほんとな、横顔が悲惨すぎて泣ける。どんな気持ちでこの写真撮ったの？他人を撮るような気持ち、こいつきめえな的な。ちょっと笑ってみてくれ。こんなの笑うだろ、卑怯だわ。みな笑顔でハッピーやね。もうええ。閉じても気持ち悪いぞ。一致のひどい顔にすれないわ、美教官。お前こいつだろ。こいつは顎に正座ないぞ。腹立つなお前。マジです。チューってやってくれよ。大サービスだぞ。やだ素敵。おえ。わ。ノリの良さも相まって一致のひどい顔がどんどんすれないに貼られていく。お前らは俺みたいにならなくてよかったな。ちなみにゆえの方もハゲてるし悲惨だぞ。顔さらした瞬間いろんなスレでネタにされるレベルやで。ちなみにガチ引きこもりニートだぜ。肌も目も退化してる。くっそわろた。アデノイドつらいよな。普通に口閉じてみてよ。いやあれが普通なんやで。こんなん外でなくて正解やんけ。人間収まるとこに収まるから不思議だよな。引きこもりになるべくしてなった。強く生きようぜ。あ、実はバイトしようと思ってるんだ。人の目に触れにくいところだからみんな安心してくれ。身長は160より下のチビ太っちょだぜ。この前 JK に超エイリアンいるって笑われた。どうやって彼女できたのか教えてくれよ。俺みたいなハブられっ子に尽くしたい子もおるってわけだ。羨ましいな。俺も希望は捨てないでおくか。人生何があるかわからないということを身をもって示す一致。俺もアデノイドっぽい顔コンプだったがお前よりマシだわ。ちょっと自信ついた。俺を踏み台にしてくれ。人の役に立てるのは嬉しいぞ。ようでっか。なぜ中学時代の俺のあだ名を知っている？貴様もしかして。こういうやつクラスに絶対一人はいたよね。で絶対スクールカースト会だったよね。マジか。俺みたいなやつがそんなにいるのか。さすがにほくろで星座描いてるやつはいねえけど、口元のブサイクっぷりはそんな珍しくない。寝るときにセロハンテープつけたり、唇を口に引っ込めることを意識してみ。だんだん口元引っ込んで唇薄くなるから。マジか、やってみる。とても気になるなら整形したらいいと思うよ。化粧と本質変わらないし。引きこもりやめたときに考えてみるわ。アドバイスありがとな。鼻の穴もなかなか気になるよね。矯正かセットバックやれよ。金がね。今何歳なんだ？若いならまだ変わるかも。24やで。ノリの良さが功を奏したか、一気に真面目なアドバイスをするスレミンが多く見受けられた。巻き場を折ってあだ名だったろう？ちゃうで、出っ歯、リアルポケモン、とか呼ばれてたで。劣等感は持つなよ。困ることは、歯磨きくらいだろ。持たないように必死やわ。歯磨きはめっちゃ楽やぞ。頭剃るか坊主にしよう。ハゲやし中途半端なのより一層そうした方がいいかな。口閉じた時に下の皮足りてないから典型的なアデノイドやな。アデノイドプラス出っ歯でかなり悲惨や。アデノイドは親恨んでええぞ。親は顎めちゃくちゃでかいぞ。鼻呼吸した方がいいらしいぞ。心がけてみるわ。見てて生理的にきついのはあれだな。なんというか、マードお前。ほんと昔から生理的に無理って言われる。時々怖いもの見たさに自撮りするけど自分が見ても生理的に無理。臭そう。臭いぞ。人は見た目8割中身2割やで。間違いない。なんだこの説得力は。一致はその中でもたくましく生きてきたのだろう。顔やん。オタク？ガチオタだぜ。コスプレで女装もするぞ。どんなメンタルしてんだよ。彼女可愛い？世間一般からすれば可愛くないかもな。でも誰よりも優しい。マウスピース噛めばマシになりそうだけどどうだ。マウスピースか。考えてみる。どんな面でも人生開き直ると楽しいもんやで。
その後自分の顔の方がひどいと一致とバトルをするスレミンも何人かいたが、一致が姿を現さなくなったことでそのままスレは終了した。続いては、横顔に悩む一致のスレを紹介しよう。秘宝愛の横顔、めちゃくちゃ気持ち悪い。危険やん。こんな顔で生きてけるわけないやろ。ただで整形させろ。なんかくさ。わざわざ変顔で撮るなよ。空豆みたい。不謹慎でくさ。口がつきですぎやろ。アデノイドって言うんやっけ。ひでそれ。いつも目だけかっこいいってすれ立ててるやつかと思った。襟足長すぎ髪を切れ。あとひでそれ。てかこれ整形するって言ってもどう整形するねん。鼻高くして顎出すくらいか。ひどい言われようの一致。スレミンたちの反応を無視して放った一言が、はあ死にて、の一言だけだった。相当落ち込んでいるようだ。清潔にするだけでええやん。主人公の顔エディットできるタイプのゲームで、設定値をバーの端に合わせて遊んでる時みたいな顔。この時間に見るとじわじわくる顔面やな。スレが立てられたのは夜中の3時。夜明け前に何の話をしてるんだか。試しに横顔撮ってみたら頬肉やばくてくさ。この時間むくむからな。生活習慣ひどいとどんどん顔ひどくなるぞ。お久しぶり。ヒゲ剃ったんやな。綺麗になっとるやん。これで剃ったんかい。もっとそれ。前の時は頬まで生えてたからな。まだ綺麗になった方よ。マジかよ。もっとそれ。なんとすれたてをしたのは2回目だという一致。一体なぜ再びすれたてしたのだろうか。どことなく粗品っぽい。芸能人って鼻とか目とか口なんかよりもフェイスラインがほんますげえと思うわ。ぶっちゃけ顔のパーツなんていくらでもごまかせる。考えすぎやろ。イッチが思ってるほど他人はイッチの顔気にしてないで。うんこ見たらわっ汚ねって思うやろ。人間はふと汚いもの見たらわっと思う生き物やねん。ギリギリ許せる角度。ワイを横から見たやつ極刑にしたいわ。鼻の低い悪い字みたいやな。ヒゲのケロや汚さ全然マシやんけ。なんでアホみたいに口開けてるんや。口閉じると顎がこうなるからや。梅干しやんけ。ここでワイを一つまみ。イッチに似てる。鼻と口がついているだけであとは似てないだろ。ヒゲの汚さでマイナス1万点しておいて、マイナス3点の横顔気にしてどないすんねん。さっさとそれ。下唇のヒゲは剃った方がいいぞ。ワイが思うにヒゲはやめた方がいい。特に若い女性は不潔に思うことが多い。それと容姿が嫌いとか言いつつ春行為もおかしい。多分そういうのって現実世界でもオーラ出てると思う。ヒゲでごまかしてるんやで。ヒゲのせいでブサイクと思われる方がマシやから。ヒゲは剃れるから。ごまかせてない定期。清潔感って大事やな。気をてらうのは逆効果。サングラスかけてたらなんかあるんやろか思うし、マスクしてたらなんかあるんやろか思うのが人間。ちゃんとお風呂入って洗った服着てまともに働いてたら、とやかく言ってくる人間の方がおかしい。コンプないやつにわからんやろうな。ヒゲ剃った方がいいよとか髪切った方がいいよとか言われる方がマシや。ヒゲ剃っても髪切っても何も擁護できない物体が生まれるだけやから。せめて整えや。なんで全方位に汚らしく毛が飛び出てるんや。せめて整えろ。これ言われる方がマシやから。昔サンマがやってた番組でき、イマンってのがいた。長髪にヒゲでまんまサハラ。ちゃんと散髪してヒゲ剃ってたらき、イマンって言われなかったと思う。これはき、イマンですわ。だからさ、ちゃんと散髪してヒゲ剃ってたらき、イマンって言われなかったと思う。こう思ってもらえた方がいいわけよ。本気で全力で可能な限り見た目を整えるってことは、相手にそれ以上を期待させることができなくなってしまうから。それはちょっとわかるわ。タモリさんってずっとサングラスの理由知ってる？片目義眼なんだよ。頭痛がするからといって腹なぶって紛らわせるやつおらんやろ。結局はありのままが一番良いと思うよ。将来防御率4点台になりそうな防御率5点の投手より、今が最高で防御率4点の投手の方がええぞ。ちょっと違うね。将来性はないんだよ。だから将来性だけはあるように見せたいわけ。他人の言うあれした方がいい、これした方がいい、お実際にやっても実際良くならないからな。じゃあしない方がええやん。そりゃ一致の自意識に問題がある限り、外的なあれこれをどうやっても一致の主観的にはどうにもならんやろ。でも大多数からのアドバイスに従えば、客観的な見た目はおそらくマシになる。それはなぜかといえば、ハリウッド女優になれるくらい綺麗でも、
自分の顔がどうにも気に入らんでいじり回して、挙句極端な整形みたいになって明らかに変な整形お化けになる女さんおるんやで。つまり見た目じゃなくて一致の精神の問題や。スレ民からの意見をなかなか受け入れようとしない一致。本当になぜスレ立てしたんだ。高校時代論でだったんやけど、当日付き合ってた彼女に髪切った方がかっこいいと思うって言われて髪切ったら振られたからね。思ったよりかっこよくなかったから。いいよな、最低限の容姿を確保して生まれてきたやつはワイの考えなんてそりゃわかるわけないわ。それが病的やろ。そんな二目と見られん顔ちゃうで。その変の兄ちゃんやろ、街ですれ違っても気づきもせんで、そこに自他の認識のギャップがあるんやね。そりゃ街ですれ違うやつなんてどうでもええよ。そんな人付き合いとも呼べないようなレベルで生きていけるなら問題はないよね。そんなトラウマがあるんか。ワイもこの顔に生まれて性格ねじまだったな。一致の過去を知り納得するスレ民。それでも不潔さが問題だと考える者が大多数のようだ。ねえ、斜めから撮った顔は逆。てか髪切った方がええで、不潔感出てる。てか髪切った方がええで、不潔感出てる。切っても清潔感なんて出ないからこう言われる方がマシなんや。とりあえず髪切ってヒゲ剃れや。髪切ってヒゲ剃ったらなんて言ってくれるんや。ただのブサイクな物体にかける褒め言葉なんてないんだよ。ワイにとって褒め言葉があれこれしたらマシになるなんだよね。マシになる、清潔感が出る。しかし実体験に基づいた一致の頑固な考え方を変えられるような意見が出ることもなく、一致が姿を消したためこのままスレは終わりを迎えた。最後に紹介するのは、女性からイケメン扱いされるのには顔のどのパーツが重要なのかを議論するスレである。女からイケメン扱いされるのに一番大事なパーツ、やっぱ目か。二重、二重ていき。身長二重なぜなら芸能人に一重いないから。論破終了。たくさんいるだろ。身長、目、鼻、輪郭、しっぽ、顎、バランス定期。顔の下半分。二重でもアデノイドだったら台無しやろ。これやな、鼻と顎は最重要。二重やろな、イケメンや可愛い子で一重おらんし。二重は他普通でもイケメン扱いされるよな、補正がやばいわ。この手のスレで毎回貼られるコキペやけど一重。顔面毛の毛から中の上、二重。顔面中の毛から上の上、まさにこれよな。確かに一重って限界が雰囲気イケメンだもんな。ガチイケメンで一重見たことないわ。今一番女子に人気ある俳優と今一番女に人気ある野球選手、これ見ると花やと思うわ。他のパーツも重要であることは間違いないが、現状メガパーツとして重要であるという意見が多いようだ。金、収入、そのコミュニティにおいて上位の存在であること。それは見た目以外の話だろ。ジェネレーションズの片寄涼太とか鼻がやばいのにイケメン扱いだもんな。成田涼がちイケメンやろ。わかる、ヒゲある時の色気やばい。正直雰囲気と社会的評判と余裕感だよな。これマスクでブサイク隠せるんだから口元だろ。女は顔なんて見てない、スタイルを見てイケメンかどうか言ってるだけ。身長と顔の大きさが一番大事。鼻筋が通っていることは重要なんやと思う。目元は二重の他に涙袋も結構重要な気がする。大事なのは一重二重ではなく目の大きさだと思う。目が大きければイケメンもしくは美女。顔でかの丸がイケメンなんやから、スタイルは実際関係ないやろ。丸がイケメンなのに女からはイケメン扱いされないのが示してるやろ。福田周平とかがイケメン扱いされるのに。大泉と二宮が並んでる写真見ると顔は二宮の方がええけど、身長補正で大泉の方がかっこよく見えるよな。これか。顔単体で見ると目のパーツが重要であるが、全身等の写真となると補正がかかって良くなったり悪くなったりするということなんだろうか。もちろん目以外のパーツが良ければその方がいいが。顎がしっかりしてる必要性ってなんなん？学園ハンサムがモテるんか？鉄友の鉄か。顎ないと横顔が魚みたいになってブサイクやん。鼻口顎が両パーツで身長180オーバー。髪型おしゃれにすればガチイケやで。意外とそんなにハードル高くないよな。鼻だけが大事とかいうやつおるけど、イケメンは全てのパーツ整ってるやろ。確かに一つでも悪い部分があればそこが目立ってブサイクに見えるもんな。二重、奥二重、一重、
身長が高くて髪型が清潔感あれば大体イケメン。よってチビで髪なしはダメやで。どうしようもない。鼻が必要条件で、二重は強力な補正項って感じ。オーラだよ。イケメン風予想はないとな。結局どのパーツが一番重要なのか定まらないままスレは終了した。目や鼻という意見も多かったが、結局は身長なども含めると多少不細工でもイケメン扱いになるのでは、ということだった。前半2つのスレの一致は、不細工ながらも明るいニート2期、あえてイケてないままイケメン伸びしろを残しておきたい頑固2期の両極端であった。そして、最後紹介したスレでは目が一番重要という意見が多かったわけだが、果たしてこの2人の一致は一重なのか二重なのか気になるところだ。